ご苦労様、トランクス。連れてきてくれたわね。また歴史改変が起きたんですか。そうなんじゃよ。まだ原因は分かっとらんがの。それはこちらでも調べておくわ。あなたたちには修正をお願いするわね。今回改変が起きたのは、ビルス様とシャンパ様、二つの宇宙の破壊神が格闘試合を開催した歴史なのよ。お互いの宇宙から最強の5人を選び出し、スーパードラゴンボールをめぐって勝ち抜き戦が開かれたの。スケールの大きな試合ですね。どちらが勝ったんですか？そりゃもちろんわしらの宇宙のチームじゃよ。悟空もベジータもよう頑張ったからの。しかしその歴史がというか悟空がの。おい、あいつはなぜ来ないんだ。悟空さんだけでなく、ブーさんも来ないですね。まさか、やっぱり面倒になったなんてことはないだろうね。まさか、ブーは知らんが、カカロットに限ってそれはありえん。そうだな。誰よりも一番楽しみにして。これ以上待っていると開始時間に遅れますよ。先に行きましょう。悟空なしでか？大丈夫ですよ。我々には第七宇宙一強いモナカさんがいるではありませんか。お前さ、皆さん行きますよ。え、悟空さんいないんですか？あいつめ、どこへ行きおったんじゃ。まったく、これも何かの歴史改変の影響だと思うわ。ただのうっかりな気もするがの。ただのうっかりで歴史まで変わらないわよ。とにかく悟空くん抜きでの試合は厳しいわ。君は悟空くんを探してしょ。ブーさんはいいんですか？ああ、構わん構わん。あや、そうなんですか。お前さんは第六宇宙との試合に行くんじゃ。第七宇宙が第六宇宙に負けてしまったら、あなたが悟空くんの代わりに試合に出て第七宇宙チームを勝たせるのよ。まず最初の対戦はボタモ選手、そしてピッコロ選手です。どういうつもりだ。試合の時の海洋神からの推薦か。
チケットだと？別にいいだろ。もともと5対3でこっちの人数、それとも一人増えたらもう勝つ自信がないか？何言う？じゃあ決まりだな。テストはどうするのです？いくらなんでもテスト。そうだそうですね。でテストを受けさせてやるだけありがたいと思うよ。両選手互いの手の内を探るような静かな滑り出し。そういえばテストなんでも、もうおじいちゃんその場に。そんな細かいことまで。もう歳を取ると嫌よね。何よ、たった1000歳しか変わらんくせに。あのもう少し静かにした方が。あ、ごめんごめん、頑張ってね。50点じゃろ、普通にやれば取れる点じゃ。だといいんだけど。ぐにゃ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 、おい、これはどうしたことか。ピッコロ選手の攻撃が全く効いていません。ボタモ選手、ピッコロ選手の攻撃をす。おい、お前さん大丈夫か。計算ミスなどせんようにな。ああ、名前はちゃんと書いたじゃろうな。おじいちゃん、うるさいわよ。ボタモ選手、場外。合格ですね。さあ、ピッコロ選手と次に戦う。合格したようだな。何？にしても気の早いやつだな。悟空。おやおや、何をやってたんだお前は。わりわり、おら日にち間違えてたみてえだ。海王君のところにいたみた。まあいい、お前たちはこっちに来い。ですから、ちゃんとテストは受けていただきますよ。いい加減ルールを。悟空、お前は先にテストだ。ちょっと待てよ。いいだろう、これでちゃんと5対5だ。フェッ。そ、なあ、手っ取り早くここから先の試合はタッグマッチにしねえか。今度は何を企んでるんだ。まあいい、じゃあお。よし、キャベ出ろ。キャベは俺がやる。そっちは任せたぞ。あなたが私の相手ですか。あなたはサイヤ人ですね。あなたたちの強さにはいつも驚かされるばかりです。敵と味方に分かれてしまったのは残念ですが、これはあくまでも格闘技。最後には手を握り合って良い出会いだったと言い合えると私は信じています。外見はフリーザに似ているが態度はまるっきり正反対だな。ここまでは順調ってところかしら。いや、そうでもないぞ。フロストが最初から最終を持っているとするにしても、悟空がしっかりやった影響が出てくるだろう。この先の変化にも気をつけてみようぜ。メカメカ。
レフェリー、クロスト選手の反則だ。右腕に針のようなものを忍ばせていると私の目はごまかされない。本当だ、クロスト選手の反則負けです。そんな、命がけで宇宙海賊から市民を守った英雄のあなたが。どうして。あら、あれがクロストさんの本性ですよ。宇宙海賊を裏で率いていたのもクロストさんですから。自分で戦争を起こした後に解決し、再開発と今後の利権で大儲け。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まあ、最後の一人はあいつだ。焦ることはない。第六宇宙最後の選手はヒッ。ピッコロ、危険しろ。キャベは俺が相手をする。いいだろう、俺はここまででいい。では俺の相手はお前か。って言ったか。あいつ全然実力見せてねえな。第六宇宙で最高の腕を誇る殺し屋だそうです。本気になったらどこまで強くなるんかな。宇宙ってひでえんだろ。そろそろ本気を出してもらおうか。早くスーパーサイヤ人になれ。僕にはそんな変身できません。お願いします、変身する方法を教えてください。故郷の惑星サダラにいる家族のためにも僕はもっと強くなりたいんです。戦いの最中敵に頭を下げやがって。貴様、それでもサイヤ人か。殺したら負けってことを忘れてるんじゃないだろうね。参り参り。貴様、降参なんてしやがったらぶっ殺すぞ。まあいい、これで終わりにしてやる。試合が終わったら惑星サダラをぶっ壊してやるからな。お前の一度、家族、皆殺しにしてやる。惑星サダラは関係ないだろう。サダラに家族に何かしたら僕が許さない。
でいい。スーパーサイヤ人になる最初のきっかけは怒りだ。その力をそいつで試してみろ。俺はそろそろ本来の目当てのやつとやらせてもらうぜ。うわこれがスーパーサイヤ人。激しい怒りに目覚める力。ベジータさん、僕を怒らせるためにわざとひどいことを言っていたんですね。ベジータさんの指導に応えるために全力で戦わせていただきます。あなたもサイヤ人ですよね。だったら遠慮はいりませんね。スーパーサイヤ人になりたくなるんです。ラチメタルマンはメンタルが弱くて少し悪口を言われただけで戦えなくなってしまうんです。なんだそりゃ。ま、一人減ったわけだし別にいいけどさ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。なんてベジータ選手、キャベ選手、共にダウン。第七宇宙のモナカ選手、どうぞ入場してください。まずいモナカ、出番だぞ。おめえ、オラたちの宇宙で一番強いんだろ。オラ楽しみにしてたんだ。激しい戦いを見て気絶してますね。事情は知らんが、1対1になったよ。そっちの宇宙のサイヤ人は血の気が多いな。上には上がいるということを知らんだし、まったく、俺も甘く見られたものだ。悟空、いいからお前が出ろ。モナカは絶対に最後だ。なんでだよ。やけにモナカが最後っていうのにこだわるんだな。当然だ。なんせとっておきは最後にしておいた方が盛り上がるからな。もう向こうは最後の一人じゃねえか。このまま終わったら盛り上がんねえぞ。それならそれでいい。やろう。何をしやがったんだ。さらに気が膨れ上がったぞ。成長だ。この短い時間でただただ真っ当に成長したんだ。何を出しゃばってるんだ。よし、行くぞモナカ。それで3対3だ。
選手同士が納得してるんだからこれでいいよな。ここから先は総当たりのバトルロイヤルだ。よし、決まりだ。ほら、モナカも早く来いよ。レフェリー、モナカは棄権する。はぁ、何言ってんだよ、ビブス様。まだ終わってねえ。1対1ならまだしも、総当たりなんかでモナカが戦ったらお前ら全員殺されるぞ。なんだよそれ。やーい、お前ら、こうなったら絶対に勝てよ。いいな、ビーナス様。それはちょっと苦しい。うるさい、いいんだよ。おや、ビルス様、ここですか。誰かさんが僕の噂でもしてるのかな。今度破壊しに行こうか。まさか聞こえておるのか。まさかだ。俺の時飛ばしを破るとよかろう。お前が強くなれば俺はもっと強くなってみせる。この果てのない競り合い、どこまでお前たちに付き合えるのか確かめたくなった。仕方ねえな。いずれギルス様とやるときのためにあんたたちに抱いていこうと思ってたんだけど。それがオラのオクロペさん。あれを僕相手に使おうとしてたのか。おや、ちょっとヤバいかもなんて思ったりしてます。そんなはずがあるか。ターゲット排除。よし、そいつを倒せばこっちのもんだ。こらこら、ここまで引っかき回しておいて負けたりなんかしたら時の巣もろとも破壊するぞ。お願い。
どうした？貴様の力はそんな。場外！場外でーす！おい！お前何してるんだ？また君か。なんだ、どういうつもり。実はその子は、助っ人じゃなくて、タイムパトロールに夢中でして。ああ、なるほど。そういう。任務完了しましたので、もう帰らせます。あとはお任せしますね。そんなの関係ない。あと少しで勝てるってのに。そうは言っても、もう場外に出ちゃってますからね。何何？ビル。ビルス様、押さえて押さえて。お仕事。騒がしいやつだ。そう言うなよ。あいつもあいつで頑張ってんだからよ。ほう、買っているんだな。まあな。お疲れ様。悟空さんの乱入には驚きましたけど、あの後試合は無事に第七宇宙のメンバーが勝利して終わりましたよ。いや、第六宇宙のメンバーもすごかったの。もうでもああやって世界中から選手を集めて試合をするっていうのも面白そうよね。私たちもいろんな時代の選手を集めて格闘試合を開催してみましょうか。バカモン、やったらいかんぞ。
歴史がめちゃくちゃになってしまうじゃろうが。何よケチ。キスとは何じゃ。でも今回の歴史改変はどこか妙じゃなかったですか。悟空さんを不参加にして対戦相手を変え、混乱が収まりかけたら他のメンバーを乱入させて、まるで誰かが意図的に歴史を変えようとしていたような。気のせいならいいのですが。